それなりにあの報道を組みまして、みたいなね、この辺を、僕はもともとアメリカにいた時あの長いこと、ハードロックじゃないこともしてたんで、あの、まあ、ブルースが多かったんですけどね。だブルースとかこうフュージャーとフュージョンっていうのは、このセブンスとか、ナインス、さっきのサーティンス、オルタードスケール、みたいな感じ。この辺を、この今回の曲入れてみました。やっぱり16ビートなんで、でちなみに16ビートというとですね、一つアドバイスしたいのはですね、16っていうのはあのやっぱり一拍で4つ取るわけですね。和の中にチャカチャカと入れます。これを僕の感覚ではですね、その今4回弾いてるってイメージでやってるんですけど、わざと僕は1回のこの振りでですね、こうちょっと人間って誰でもこう惰性でブルブル揺するじゃないですか。この惰性で4つ弾くみたいな、ね、なると、スピードが結構ね楽に稼げる。頭だけでこうやってなんか人間ブルブルこうしてる感じ、これに当てる。しっかりだからこのリストね、肘からのこの、力で落としてこの惰性をブルブルとさせると。というふうに弾きやすくなります。これを4つでやるとこれが、ね、重いでしょ。こういうのやったらやっぱりブルブル出ないから。今空振りしますよね。こう空振りしてる時もちゃんと振る。やるという感じですね。こういうふうにやっぱりその手首の軽さがね、これはねもう硬い人はもうお酢を飲むしかないね。本当ね、でも本当これは重要なの。手首が、ブラーンとしてくれって言ってね、本当にならない人いるんだよね。マジかいと思って、どうしようと思う時あります。教え子で、僕はこれでもうダメなんですかって言われて、なことはない。風呂に入れ。いい曲なのにちょっとやりすぎ感があります。それが超絶ギター奏で